ただいまより第18回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会を開催いたします。私は本日の司会を務めさせていただきます、国際交流センターボランティアの杉田由紀子と申します。至らぬ点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私たちはスピーチ部門の司会を務めます。はじめまして、張志寛と申します。1年半前に香港から来ました。今与野学院で日本語を勉強しています。毎年スピーチ大会には素晴らしいスピーカーがたくさんいらっしゃいます。日本語がうまくない私に、私が司会になるチャンスがあってとても光栄です。本日皆様よろしくお願いいたします。はじめまして、グエンティヘブと申します。ベトナムのクァンナムから参りました。私の趣味はコミュニケーションすることです。私の顔を見たら、え、あの子どこか見たことあるかなと思うお客様もいらっしゃいかもしれないけど、実は昨年ここでみんなのようにスピーチをしました。今年司会として頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。こうして日本の日常生活を送る中で、一つの夢が私の心に生まれました。いつか私のふるさとの人たちも日本人と同じように交通ルールを守ることができればという夢です。中国に住んでいる友達が、最近街中の交差点で監視カメラが設置されたよと教えてくれました。どういうことですかと聞くと、車の運転中に歩行者を譲らないとか、シートベルトを締めないとかをその監視カメラに撮影されると罰金と減点があるよとのことでした。日本人ってどんなことを考えるんだろう、日本の街ってどんな匂いがするんだろうと興味を抱きました。支援をしていただいたことで、人を助けることって幸せなんだという思いが少しずつ芽生えてきて、さまざまなボランティア活動やキャンペーンなどに積極的に参加するようになり、やがて日本に行きたいと思うようになりました。大学卒業後、一昨年の3月に日本に来ることができました。毎日深夜12時半に起きて、朝5時まで雨の日雪の日を問わず新聞配達をしながら学校に通うことになった私は、最初はとっても緊張していましたが、埼玉の豊かな自然や住みやすさとともに、次第にここに暮らす方々のぬくもりが私の心に深く刻まれ、居心地よい日々を過ごせるようになりました。私は2年前に初めて日本へ来た時、とても驚いたことがあります。来日した次の日に市役所に行きました。その時道路はどこでもきれいで、道にいろいろ信号や電磁ブロックがありました。それは歩く人と自転車の人、車の人、目が見えない人のために分けてあるということを知りました。ネパールは信号がありますが、いつも渋滞しています。歩く人は信号があってもあまり見ないで進みます。だから車はその度に止まります。私は日本のこの信号のアイディア、システムを国に持って帰りたいと思いました。日本に長く住めば住むほど日本人の姿勢をもっと理解できるようになりました。それはいつも相手をがっかりさせないように配慮しながら話すことです。自分もそういうことを学んで応用してみると、他人のいいところを見つける結果にもなりました。今では誰と合流してもすぐその人のいいところを見つかりますので、それだけに注目すれば
その人に対しての考え方も肯定的になるし、その人にも自分の思うことを伝えられます。私はそれによってポジティブになるし、たくさん友達もできました。日本人の人に接する姿勢、私はそれをベトナムに持ち帰り、ベトナム人にシェアしたいと考えています。日本というとおしゃれなおばさんのイメージがあります。日本のおばさんはいつ見ても元気だし綺麗だと感じています。桜のように明るく綺麗なおばさんたちが私が大好きです。自分の体を手入れしたり顔を化粧することは自分のためだけではなく、相手が見ても綺麗という気持ちを良くするためのものかもしれません。私の国は化粧は若者のするものだと考えている人もいます。そして結婚した後は化粧しなくてもいいという女性も少なくないです。おばさんは年を取ったからもう化粧しなくても大丈夫と言われます。しかし男性は年を取ってももっと綺麗なものが気になるでしょう。私のふるさとのおばさんたちにも日本のおばさんのような精神を持って自分を磨いて美しくなることも考えて生活してほしいと考えています。日本の美しいおばさんの文化は私の国に持って帰りたいものの一つです。皆様こんにちは。皆様、長い旅の後で大事にして家に持ち帰るものは何ですか？楽しい思いですか？素敵な写真ですか？いろいろな答えがありますか？私ももうすぐ国に帰らなければならない。そしてこの質問は私にもうよくするようになりました。私の答えは、一番大事にして持ち帰るものは新しい自分です。ところで日本語能力試験とは、日本語を母語としない人を対象に認定する検定試験です。就職や入学の時、日本語能力試験の認定書は大変役に立ちます。また世界中の日本語学習者にとって自分のレベルを測るためにとても便利な道具です。例えば私が受けた日本語能力試験の結果は先週出たんですが、聴解の部分はとても良かったです。一方で読解は思ったより成績が低かったです。こんな貴重な情報を分かって、自分の得意なところ下手なところを分かって、これからどんなところに集中すればいいか勉強が効率よくできます。私はエンジニアです。インドに持って帰りたいのはもちろん優れた技術ですが、良い鉄道は頭や体で覚えた技術だけではできません。日本のようなチームワークがあってこそです。私はインドに戻ったら周りの人とのチームワークを大事にして、日本で学んだ技術で安くて早く快適な、そして安全な鉄道を作るように頑張ります。だからきっとインドの鉄道は良いものになります。皆さん、将来私の鉄道に乗って広いインドを旅行してください。お待ちしています。ありがとうございます。両親にはたくさんの恩があるから恩返しをするべきだという義務ではなく、愛があるからこその恩返しです。いつまでも両親に元気でいてもらうために、この日本の愛を持ち帰ります。家族と元気に長生きして元気なままで最後を迎えたいです。じゃあ皆さんも私と一緒に言いましょう。ながいいき長生き、怠けないで頑張って生きていきましょう。ご清聴ありがとうございました。さあ
皆様お待たせいたしました。審査の結果が出たようです。スピーカーの皆さんはお名前を呼ばれましたら、ステージの中央までお越しください。では、最優秀賞、埼玉観光国際協会名誉会長賞の発表です。埼玉観光国際協会名誉会長賞はインドネシアご出身のウミ・ピトリ・ラハユさんです。おめでとうございます。清水隼人さいたま市長より賞状とトロフィーが授与されます。では清水市長よろしくお願いいたします。賞状、埼玉観光国際協会名誉会長賞、ウミ・フィトリ・ラハユ様、あなたは第18回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会において当初の成績を収められましたので、これを称します。令和2年2月1日公益社団法人埼玉観光国際協会名誉会長清水隼人、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして優秀賞を発表いたします。優秀賞、埼玉観光国際協会会長賞はインドご出身のシバナンダ・ダッシュ様です。おめでとうございます。公益社団法人埼玉観光国際協会会長筑波信夫より賞状とトロフィーが授与されます。筑波会長よろしくお願いいたします。そう、初めてだもんね。賞状、埼玉観光国際協会会長賞、シバナンダ・ダッシュ様、あなたは第18回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会において当初の成績を収められましたので、これを称します。令和2年2月1日公益社団法人埼玉観光国際協会会長筑波信夫、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして実行委員会長賞はネパールご出身のパウティアル・スシル様です。おめでとうございます。第18回外国人による日本語スピーチ大会実行委員会会長藤田康子より賞状とトロフィーが授与されます。それでは藤田実行委員長お願いいたします。賞状、さいたま市外国人による日本語スピーチ大会実行委員長賞、パウティアル・スシルさん、あなたは第18回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会において当初の成績を収められましたので、これを称します。令和2年2月1日日本語スピーチ大会実行委員会実行委員長藤田康子、
ありがとうございました。皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは何歳まで生きたいですか？私は生きられるだけ生きたいです。しかしインドネシアで生活したら長生きは無理です。そこで私が持ち帰りたいのは愛です。愛って何だと思いますか？ラブではありません。これは日本の健康的な習慣です。あは歩く、いは一汁三菜のことです。日本はよく歩く国です。ネットによると世界で4位です。逆にインドネシアは歩かない国第1位となっています。すごくないですか？確かに国にいた時私も全然歩きませんでした。一般的に人々は近場でもバイクに乗ってしまいます。ですから健康のために日本人を見習って毎日歩くのはいいことです。次は愛の意。一汁三菜は汁物一品とおかず三品の和食の献立です。すごいなと思うのは、こんなにファーストフードの店ができても一汁三菜の食文化が日本で守られています。なぜこの食文化を持ち帰りたいかというと、インドネシア人は長寿ではないことの一因が食文化にあるからです。インドネシアの主食は米ですが、魚や肉、野菜もよく食べます。しかしバランスが悪く、作り時間が長く、ヘルシーではありません。ココナッツミルクや揚げ物が多く脂っこいのです。油は確かに最高の調味料です。これは何者にも変えがたい美味しさですが、毎日食べたらちょっとですよね。このせいでインドネシアで高血圧や糖尿病がインドネシア人の死因のトップになっています。私は去年の4月に来日してから日本語学校に通いながら老人ホームでアルバイトしています。ぽっくり死にたいとご老人がよく言っています。98歳のおばあさんはとっても健康で、認知症もなく元気で歩けるので、介護の必要もあんまりなく、最後自然な死を迎えました。ぽっくり、良い人生の最後だと感じました。長生きは高齢化の問題もありますが、やはり素晴らしいことです。家族や大切な人とともに長生きできるのは理想です。インドネシアに帰ったらこの日本の愛の習慣をまずは家族に伝えます。いつまでも元気に長生きしてほしい。 Orang tua merawat anak dengan penuh cinta sambil mendoakan kesuksesannya, tapi anak-anak setelah dewasa merawat orang tua sambil menunggu kematiannya。親は愛で子どもの成長を祈りながら子育てをするけれど、子どもは大人になって親の死を待ちながら世話をするというインドネシアの言葉がありますが、それは確かですけど、私はこの言葉が大嫌いです。両親にはたくさんの恩があるから恩返しをするべきだという義務ではなく、愛があるからこその恩返しです。いつまでも両親に元気でいてもらうために、この日本の愛を持ち帰ります。家族と元気に長生きして元気なままで最後を迎えたいです。じゃあ皆さんも私と一緒に言いましょう。ながいき長生き、怠けないで頑張って生きていきましょう。ご清聴ありがとうございました。
豊かさに